あれになっております、準備の方はそろそろ、はい、OK でございます。 OK ですか、はい、それではですね、絆から皆さんにお届けしたいと思います。はい、やりましょう。もしも神様がいるのなら、今ここでありがとう。この海のように青く透き通る心になりたい。晴れ渡る日も雨の日も、どんな天気も全て受け止める、決めた。
イエスバンドの絆どうですかお嬢さん、どうよかった、また行くからね。はい、ではですね、この絆の次に出来上がった曲っていうのは今度奇跡という曲が出来上がりました。今日本ではですね、年間に3万人以上の人が自分で自分の命を落とすという、まあ、そういう暗い時代がずっと続いておりますけども、この奇跡に込められた思いというのはですね、やっぱり生きている、それだけでいいじゃないか、生きているそのことだけが素晴らしい、生きていることが奇跡なんだっていう、そういう思いをですね、この、歌詞に込められております。あの歌詞の内容は本当にこう、うんっていうふうにこう頑張る人を応援するっていうよりも、本当にそこにあるだけでいいっていう風な、詩なんですけど、そこにあの爽やかな、メロディーをつけてくれまして、この曲も結構人気がありますね。実はそれも